見えてきた。ノース協力者のマダムは娼婦だと言っていたな。探してみよう。ちょっといいか。あら、いいの？
ベアラーが一人女を買おうだなんて大胆。人違いだ。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か。シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。私はイサベル、ノースリーチの召喚、夜の帳の主人よ。シドのところの新入りさんでしょ。オットーから知らせを受けてるわ。さあついていらっしゃい。どうしてシドのやつに協力を？シドとはもう長い付き合いでね、昔ちょっと大変だった時に助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部彼のおかげだから、その仲間には親切にするって決めてるの。それにあれ、ここはコート前の最後の関所。ベアラー一人では決してあの門をくぐることはできない。でも私ならあなたを門の内側へ連れて行ってあげられるでしょ。どうやって？夜の女王って何？恥じないくらいのことはできるつもりだから、無事に関所を抜けたら一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、アルメキアの品物まで集まってるのね。何を買うか。いらっしゃい。どうもね。何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。俺がベアラーであることはこの刻印でおのずと知れる。下手に隠すと怪しまれるぞ。別に隠す必要なんてないわ。普通に行って普通に通り抜けるだけなんだもの。これはマダム、お帰りですか。ええ、今晩の支度をしなきゃ。ところでそちらは誰です？私の新しい用心棒なの。どう、かわいいでしょ。マダムの番犬とは羨ましいね、色男。じゃあもう行くわ。またうちをごひいきに。待て、お前まさか。やっぱりベアラーかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。
ほら、さっさと行け。ほら、無事に抜けられたでしょ。まったく、肝が冷えた。これくらいは簡単よ。ノースリーチに勤める兵士はうちの一番のお客だもの。それにここは私の町。罪さえ犯さなければ大抵のことは何とかなるわ。さあ次は私の番ね。詳しい話はお店に着いてからにしましょう。仕方ない、協力するか。戦に出る前に私と素敵な思い出を作りましょう。ええ、わかったわ。お客様に粗相のないように。おかえりなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。ようこそ、クライブ。ここが私のお店、夜の帳よ。無事に関所を抜けることができた。改めて礼を言う。ありがとう、マダム。二人の時はイサベルでいいわ。クライブは律儀なのね。シドとは大違い。イサベル、あんたの頼みというのは、シドたちと落ち合うまでに片付くことならいいんだが。シドとお嬢さんは、うちの子が順に案内する手はずよ。関所を抜けるにはもうしばらく時間がかかるわね。それまで人探しをお願いしたくて。実は少し前から娼婦が一人、立ち犬が行方不明になってるの。壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。どうも人探しには縁があるな。わかった、やってみよう。ありがとう、クライブ。そうだ、これを受け取って。信頼の証ってところよ。ベアラーが出歩くなら持っておいて損はないから。私はこの後鉄の酒樽邸で用事があるの。何か分かったら知らせに来てちょうだい。私に話を聞いてみるか。おい、そこの君。けん。おい君、そのブローチをつけているとはマダムの用心棒か何かだろう。少し力を貸してもらえないか。もちろん礼は弾むよ。あんたは。失礼した。私はエティエンヌ。マダムにも懇意にしてもらっている商人さ。これから壁の外側で取引があるんだが、私は万兵に目をつけられて行き来ができなくてね。マダムの後ろ盾がある君なら奴らに止められることもないし適任だろう。どうだ君、私の代わりに一仕事してきてくれないかい。いいだろう。おお、助かるよ。何、難しい仕事じゃない。この小袋を壁の外側の取引相手に届けるだけさ。雑貨やハーブ酒を酒屋に渡してくれ。約束の品だといえば通じるだろう。中身は何だ。外側の連中が
喉から手が出るほど欲しいもの。そうだな、知らない方がうまくいくとだけ言っておこうか。それじゃ頼んだよ。今夜こそうちに寄ってちょうだいな。もうすぐ大きな戦だ。兵隊さんもお気に入り。芳醇なワインだよ。さあさあ、いらっしゃい。うまそうだ。ソーセージも。なんだ、ベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万兵に見つかる前に約束の品を渡して。これでしばらくはやっていける。ソーラ、こっちの取引の品だ。蒸留酒だ。舌の肥えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万兵どもはこういう嗜好品に目がないからね。あとエティエンヌにはこれからもごひいきにって伝えておいておくれよ。あ、わかった。ベアラーが何の用だ。約束の品を届けに来た。見たことのない顔だな。いつもの商人はどうした。エティエンヌは万兵に目をつけられている。だから代わりに俺が届けに来たんだ。ならさっさと品をよこせ。前回と比べて少なくないか。まさか中身をくすねたんじゃないだろうな。いらないなら返せ。ベアラのくせに生意気な口を。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。ほら、これが取引の品だ。これは葉巻か。丁重に扱えよ。高級品だからな。いろいろ売ってるのね。ベアラだ。邪魔だ邪魔。あっち行け。エティエンヌの使いだ。約束の品を持ってきた。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな。少し待っててくれ。こっちの取引の品だ。香水か。よそ見して落とすんじゃねえぞ。香水、葉巻、蒸留酒、どれも上等な嗜好品だ。こんなものと交換できるなんて。あの小袋には。とにかくエティエンヌのところへ戻ろう。無事に戻ってきたか。取引の品を扱ってきた。完璧だ。マダムもきっと喜ぶ。もしかしてあの小袋の中身は。気づいたかね。そう、クリスタルだよ。だから俺に中を見るなと言ったのか。おじけづいた君が妙な動きをすれば、目ざとい万兵に蹴取られるかもしれない。クリスタルの闇取引なんて、見つかれば首が飛んでしまうからね。私が扱っているのは
クズのような破片だけ。そんなものでも外側の連中にとっては上等な嗜好品と同等の価値だということさ。それほどクリスタルが手に入らないと。ああ、壁の内側のおこぼれに預かろうと、外側にあのマルシェができるくらいにはね。これを卑しいことだと思うかい？ただ生きるためだろう。それ以上でもそれ以下でもない。なるほど、マダムが気に入りそうな男だな君は。大事な品を万平に巻き上げられずに済んだ。君のおかげだ、感謝する。マダムにも君の働きについて伝えておくよ。なぜ壁の内側をビアラが。訓練を増やせとの命令だ。なんだ貴様、ここはベアラー風情が入っていい場所ではないぞ。知ってるか、俺たちはコート防衛の精鋭部隊だ。奴隷なんざに用はねえんだよ。すぐに出ていく。おい、こいつマダムのブローチを持ってるぜ。なるほど、マダムの用心棒というわけだ。俺たちの護衛さえ断ってたマダムがね。このベアラかなりやり手かもしれん。おお、面白い。おいベアラ、一つ手合わせと行こうじゃないか。手合わせだと？マダムに認められたその力、ぜひ確かめさせてもらいたいな。仕方ない、一戦だけでいいか。ああ、構わんよ。だが互いに手加減はなしだ。この訓練場でやるとしよう。さっさと用意するんだな。さあ、貴様の実力を見せてもらおうか。さっさと終わらせよう。大した自信だな。では行くぞ。手加減はなしだぞ。さあかかってこい。ベアラ、貴様の力を見せてみろ。わざと負けたんじゃねえだろうな。まさかあいつ相当できる。それなら。おいベアラ、今度は俺と勝負だ。行くぞ。どれだけできるか見せてもらうぜ。まったく、今度はこいつか。もう十分か。なんだよこいつ、
とんでもない強さだ。いくらマダムの用心棒とはいえ、ベアラーに負けるなど、精鋭部隊の名俺だな。ああ、俺たちもまだまだだぜ。上官の言う通り、もっと鍛えねえと。俺はもう行くぞ。ああ、手間をかけた。見事だったよ。おい、俺たちがあんたに負けたってこと、マダムには絶対に言うんじゃねえぞ。